オッケー。おやっとさ、何回言わすの。おやっとさ、鹿児島にあの半分生放送の生放送どっこいしょー。はい、突然でしたので告知がね遅かったからね、私も間に合わないかと思ったから、まあまあでもね、今回も、鹿児島のクリエイターの、集まる鹿児島クリエイターズガーデン隠れ家さんと、まあ例によってツイキャスと、Z キャストの3チャンネル同時公開&同時録音という形で、やっております。ちょっと今回ポンさんが、ご多忙につきいらっしゃいませんので、フールとフールだけフールだけで、お送りいたしますのでよろしくお付き合いください。ただね、今回さっきツイッターチラッと見たんですけども、なんかテーマなしとか書いてましたね。テーマなしで私に喋れということらしいので、まあでもね、テーマなかろうが普段会ってないようなもんですので、まあ30分ぐらいですか、45分ぐらいまでですか、てげてげやってまいりますので、お暇な方で、暇じゃない方は暇な方に拡散していただいて一緒に配信してまいりましょうということでですね、まあ、今回テーマなしということでですね、非常に無茶ぶりではあるんですが、まあ鹿児島にあの喋り担当フールとしては言いたいことは山ほどあるので別になくてもいっぱい喋りますけども、今回はですね、まあツイキャス隠れ家ジェットキャスト、まあ、協賛いただいてるわけではないんですけれども、もう協力のもとやってるんですが、まあ、この前っていうか、まあ前からねチラチラ言ってはいるんですけれども、まあコーヒーをですね鹿児島に半分生放送の際にいただいているんですけれども、これさっきスタッフさんがちょっと挙げてましたけども、010コーヒーさんというところから、コーヒーをいただいておりますので、まあ、それ飲みつつ、届けしていきたい。なんかリンクもさっきね確かツイッターの方に。なってましたね、画像付きで確か鹿児島にのツイッターに上がってます。どんなコーヒーかというのは見ていただければいいのかなと思います。非常にですね、まあ私が言って果たして効果があるのかとは思うんですけれども、まあ非常になんていうか地味深いと言いますか、香り高いと言いますか、あ、入れ方が良かったんですかね。あ、いや、そういうことで。いや、もともとコーヒーが美味しいやつ、非常におすすめで、しかも鹿児島で焙煎してるということで、鹿児島には一押しコーヒーでありますので、まあ、ご興味のある方は、まあ、リンクから行くなり、検索するなり、してみてはいかがでしょうか。で、この010コーヒーさんは、確かホームページに、ですね、まあ、鹿児島のクリエイター、まあ、隠れ家とも関係あるのかな。クリエイター推しということで、まあ、鹿児島には気に入っていただいているので、鹿児島にのこともなんかホームページにちょろっと書いていただいているみたいなので、鹿児島にファンの皆さんもぜひ見てみてください。で、あと、隠れ家とツイッターの方にはちょろっと書いてあると思うんですけれども、今回テーマなしなので、まあ、前からね、募集してる気がするけど、まあ、質問等あれば、まあ、ここにツイッターとかに書いていただいたら、私フールとスタッフが拾いつつ、話をするかもしれませんので、まあね、だいたいいつもないからね、あんまりないと思うんですけれども、あれば、まあ、拾うかもしれませんので、何でもいいですよ。もう別に鹿児島にやって言ってますけど、ほとんど鹿児島に関係ないね、ゲームとかしてるから、別に鹿児島関係なくても、フールさんはどこから来たのかとか、なんで四角いのかとかっていうのでも全然 OK ですので、もちろん鹿児島に関する質問でも知ってる範囲ではお答えしますので、よろしくお願いいたします。ということで、もう説明はこれぐらいでいいのかな、もう。で、テーマがないので、今の段階では。まあ、私がちょっと気になったというか、ここ最近の出来事を。お話せばね、まあ、30分ぐらい経つと思うんですけれども、マイク入ってるね。まあ最近といえば台風24号ですね。なんだったっけ、キャサリンだったっけ、ジェイミーだったっけ、チャーリー、ジェイミー、チェリー、チャーミーっていうすごい可愛らしい名前だったんですけれども、まあなんか沖縄とか鹿児島もだったんですけれど、観測史上
最速みたいな風も吹いてたみたいで、まあ、非常に危ない台風だったとは思うんですけど、皆さん、頂上でありましょうか、ご健勝でしょうか。まあ、鹿児島はそんな人的被害みたいなのはなかったんじゃないかな。停電とかすごかったみたいですけど、まあ、今も復旧してないところもあるのかな、まだ。まあ、鹿児島はね、前もちょろっと私ツイッターに書いたんですけど、まあ、慣れてる、良くも悪くも台風慣れてるので、そんなねツイッター見ててもなんかそんなに慌てふためいてる人はあんまりいなかった。まあ、島の方はまた別かもしれませんけど、あっちはね、無防備なまま台風来ますからね。でも関東圏とかね、近畿地方とかちょっと爪痕も残りつつだと思うので、あれですよ、台風過ぎたからっつってほいほい外に出たら、ね、枝とかいろいろ落ちてますから、足元に、特にお年寄りの方とかは足元に気をつけてください。でその台風に関連してなんですけれども、日曜日ね、鹿児島の誇る大河ドラマセゴドンが放送延期になってしまいまして、見れなかった、見れなくて残念な方もいらっしゃるんではないでしょうか。鹿児島には確かね、今日ブログ確かね、スタッフさんが上げてくれてたと思うんですけど、大河ドラマをずっと積んどくならぬ何、録画をずっとしっぱなしで見る、録画してるからいいやみたいな感じでずっと見てなかったんですが、まあ、最近になってちょっと消化に入りまして、もう一気見ってやつですかね、その大河ドラマ録画してた分をここ数週間で多分もう追いついてきたので、もうリアルタイムの人たちと同じぐらいまで追いついてきまして、無血会場、江戸城無血会場を楽しみにしてたんですけれども、まあ来週今度の日曜日に持ち越しなんですけれども、セゴドンがですねすごく面白い、まあ今更なんですけれどもすごく面白かったので、その話をしましょうか。いいですね、いいですか、はい。どうなんですか、今はどうなのかわからないんですが、放送開始当初は結構関東圏では、まあ、鹿児島弁ですからね、鹿児島のセゴドンの出身地が鹿児島なので、鹿児島弁がわからんということで視聴率がすごい低迷してたらしいんですよ。で、これは多分日本でも鹿児島の人だけわからないと思うんですけど、何がわからないのかと、普通の言葉で喋ってるじゃないかみたいな感じだと思うんですけども、本当に前半は低迷してたみたいなんですけど、今持ち直してきてるんじゃないですか。だってね、鹿児島弁じゃない人もいっぱい出てるから、なんだっけ、桂さんとかさ、ゼヨの坂本龍馬さんとかね、鹿児島弁が分からなくて土佐弁が分かるってのもちょっと差別じゃないですかね。だからまあ間口も広くなってきてるんじゃないでしょうか。で、鹿児島には積んでた、その録画しっぱなしにしてたのが確か最初島流しに合うか合わないかぐらいじゃなかったですっけ、ですよね。西郷さんが最初の島流しにあって、で、なんとかかんとか戻ってきたのに、また久光公に立てついて、また島流しにあったぐらいでちょっと止まってて、この数週間でちょっと全部見たんですけれども、金門、はまぐり御門、金門の辺から、長同盟で、次江戸城か無血会場というところまで一気に見たんですけれども、まあいろんなね、皆さんの評価チラチラ、やっぱね、ツイッターとか見ちゃってしまうとチラチラ評価は見えちゃってたんですけれども、やっぱでもちょっと展開すげえ早いのは地元の人が見ててもすごく感じるところではあるかなと思いますね。びっくりしたのが撮影戦争、すごくびっくりしたんですけど、あれ結構日本史的に見ても、まあ世界史には分かんないけど、イギリスの方でもちょっとしたイベントだったんじゃないのかね。の割には確か5分も戦ってなかった気がするんですけどね、鹿児島上げて、総力を上げて戦ったはずなんですが、まあ、撮影戦争の時は西郷さんは、もう島の方に流されてたので、その部分は大幅カット、かつ、その大きいところで言うと大政奉還自体はそれこそ早かったんですよね。結構光の速さでこうパッと大政奉還したはしたんですけど、まあ描き方もすごい早かったですよね、あれね。なんか
なんだっけ、薩長同盟結んでいざ倒幕みたいになった時にもうパッてなってるんですけど、なんかそこら辺の葛藤みたいなのも、あのひいさま、あの松田、なんだっけ、あの人役者さんの名前なんだっけひいさまを演じてらっしゃる方ね、名前が出てこないんですよね。ひいさまじゃないか、いや一橋慶喜、伊達さん誰だっけ、松田翔太ですよね。まあもうすごい、あのもうあそこまで言うと開演だと思うんですけれども、すごくあの名演をされていらっしゃる。ひい様の葛藤はまああるにはあるんですけど、もっとなんかこう江戸城内でのドタバタとかあったんじゃないかなという気はする。いや歴史詳しくないんでね、もしかしたら本当に独断だったのかもしれないですけれども、すげえ早かったなと。あとまあそのまとめてみたからかもしれないんですけれども、あの薩摩のやっぱ変わり身の速さもすごい感じますよね。あれなんか浜栗御門ではね、長州、まあ、西郷さん自身はそんなにやるなみたいな感じではあったんですけど、まあまあでもやったはやったわけでしょ。からその手のひらの返しっぷりというか、まあ長州ね、桂さんはすごい最後まで殺族がとか言ってましたけど、あすいません、あの見てない方もいるかも、今更ですけど、あの見てなくてこうまとめて飲み物の楽しみにしてる人はちょっと一旦ちょっとこう書いてた方がいいですね、ネタバレ。まあでもね、リアルタイムで見てる人の方が多いんでしょうけど。最後。はい、途中から見てる方、すいません、あの、ネタバレ注意でお願いします。あの、最後、大河ドラマ、セゴドンの感想みたいなの、一、鹿児島ニアからの感想みたいなことを今話してもらってるので、あの、気になる方は、あの、見ない方が、聞かない方がいいと思いますので、ご了承ください。ということで、あの、最初の方でも結構ね、あの、展開が早いって言われてたんですけど、まあ、未だに多分展開の速さは衰えてなくて、大河ドラマっていつまでやるんですか ?12 月末ってことは、あと3ヶ月ぐらいってことですよね。10月と11月、12月、3ヶ月。で、1回、もう災害で2回延期になっちゃってるから、今後、ますます展開が早くなっちゃうんじゃないかなという懸念がすごくあってですね。まあ、それを懸念して、あのね、西南戦争の激戦地、田原坂のブログが多分今日上がったと思うんですけど、スタッフさんが焦って書いてましたけど、今後ね、これからが面白いところではあるとは思うんですけど、なんかあの、西郷さんと大久保さんが新政府立ち上げをして、なんだ、廃藩置県があったりとか、その、武士の権利剥奪だとか、その廃刀令明治政府ですよね。謙信のあれだもんね。流浪に謙信。政官論ですね。政官論で大久保、まあ今もちょっと若干、まあ大久保さんが悪いというか、西郷さんが大久保さんの恩を感じてなさすぎる感はすげえ感じるんですけれども、まあ、政官論あたりで揉めて、西郷がゲアして、私学校を作って、なんだ、士族の扱いで、私学校生徒が先走って、西郷さんがもう、女子もたつって仕方ないと言ってからの西南戦争があって、西南戦争もまあ早いっちゃ早いんですよね。1ヶ月も戦ってないんじゃないですか。ですよね。なのでこれからもすごいスピードで展開していくので、あの本当1話も見逃せないなとは思いますので、ビデオで取りためてる方はですね、本当にそろそろまとめて見た方がいいですよ。あの間に合わなくなっちゃいますよ。本当終わっちゃいますから、もう見たら西郷さん自陣みたいになっちゃってるかもしれませんからね、
セゴドンの展開の速さは変わらずと。まあ、西郷さんはそんなことかな。まあ、地元の人が見てても結構、展開が早いのと、まあ、だから大河ドラマのタイトル大久保丼でよかったんじゃないかとすごく思うんですけど、西郷さんのカリスマ性がすごかったんだなというのはなんとなく伝わってはくるんですけど、それを支えてたの大久保じゃんっていう。で、その大久保の恩に最後、もっとお礼言えよみたいなね。のをすごく毎回見ながらね、こう突っ込んでるわけですけれどもね、こう、スタッフさんとね、たまにグレイスさんとかコロコロさんもいますけど、早いみたいな。そういう、でもなんか西郷どんの感想を、まあ、見ないようにしてるのもあるかもしれないけど、あんまりツイッターにね、鹿児島の人たち見てない気がするんだよね。なんでだろうな。そんなことないのかな。まあ西郷さんの話はこれぐらいでいいかな。半分経っちゃったしね。まあでも少し近代史、明治の西暦、幕末から明治ね、よく漫画にもね、流浪に剣心で取り上げてられてたりとか、新選組の話とかも、ちらほら聞くから、まあ、興味ある人も多いだろうし。で、今後の展開はどんどんね、現代に近くなっていくからね、余計面白いんじゃないかなと思います。今後に期待。ただね、その、2話、放送延期になっちゃった分のしわ寄せがどっかに来るはずですから。それがちょっと心配でありますね、鹿児島県民としては。あとね、まあ篤姫の時もそうでしたけども、なんかこうご当地のなんていうんですか、盛り上げに生かしきれてない感はもうずっと前から感じててですね、大河ドラマ感っていうのまだ言ってないんですけど、大河ドラマ感っていうのもあるにはあるんですが、あんな掘ったて小屋って言ったら失礼ですけど、ポンと建てたぐらいじゃ観光客は満足しないと思うんですけどね。まあ事情があるんでしょうが、もうちょっとなんかできなかったかなという気はしますけどね。まあ、外野が何を言ってるんだと言われてしまえばそれまでですが。ということで、最高度の話、なんかネタバレ終了ってちょっと書いといてもらって、そこにネタバレ終了。で、もう一つ、まあもう一つどころじゃないんですけど、最近鹿児島にや、というか、まあ鹿児島のクリエイターズガーデン、隠れ家さんとの兼ね合いで、鹿児島にも知ったんですけれども、まあツイッターの方では公式さんの方からも確かちょっと見てもらってるんですけれども、これよくわかってないんで、今から言う話は間違ってる可能性も高いですが、フィーバーというですね、コミュニティ経済圏ですよね。コミュニティの価値を、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。可視化じゃないと思うんだよな。コミュニティの価値を、なんて説明したら、ここがまた難しいんですけどね。コミュニティに価値をみたいなサービス、フィーバーっていうのが、あるみたいで、そこに鹿児島には、まあ、1ヶ月前ぐらいかな。まあ、ご縁がありまして、そこに、片足突っ込んでるんですけれども、まあ、何なのかと言いますと、まあ、これでも Google 様に聞いた方が早いかな。コミュニティ経済圏。フィーバーはコミュニティやチームの価値をトレードできる取引所です。コミュニティごとの商品やスキルの売買を通じて新しい経済圏を生み出していきます。というものすごい、多分これ、新しい田舎でも、めっちゃ新しい方の、まあ、サービスというかネットのコンテンツだと思うんですけれども、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。難しいな。全時代的な言い方をするなら、まあ、物々交換のすげえ最先端のやつだと思うんですね。鹿児島にあの解釈ですよ、これ。フィーバーというコミュニティ間でのこう、価値をやり取りするサービスっていうのに参加してまして、鹿児島には何やってるのかというと、
あ、いや、他の有名な人紹介した方がいいか。まあ、有名なところで言うとですね、幻冬舎の箕輪さんって読むのかな、これ。箕輪さん。編集、ホリエモンの本とか編集してる人らしいんですが、箕輪さんっていう人の編集室とか、そういう、なんていうの、グループがちょこちょこありまして、今ちょっと見てみますね。箕輪編集室で、まあ、それぞれのコミュニティにコインがありまして、まあ、そのコミュニティ間ではそのコインでやり取りができて、外部はそのコインをまあ手に入れないと、そのコミュニティ間のサービスは使えないってことなんじゃないかな。で、その箕輪編集室では何をやってるかと言います。まあ、ロゴを制作しますとか、LINE スタンプ作りますとか、電子書籍を一冊作りますとか。まあ、なんかそういうサービス、もともと多分そういうね、サービスをしてる人たちがそういうのを立ち上げて、そのコミュニティ間で、まあ、持ちは持ちやっていうんじゃないですかね、こういうのって。得意なことを、まあ、みんな普通はそうやってね、得意なことで、お金をもらってサービスを提供してるんですけれども、それの新しいやり取りの仕方、新しいっていうか、あれか、昔はやってたんですね。物々交換ってやつですからね。まあ、夢どころだとそういうところが、まあ、ロゴを作ってくれたりとか、まあ、この人ね、もう編集のプロ中のプロでしょうから、その人に電子書籍を作ってもらったりとか、ライターにインタビューして記事を作ってもらったりとかっていうサービスを、ここのコインを多分手に入れれば、その金額、向こうが設定したコイン何枚っていう金額で、そのサービスが受けれますよという場所でございます。難しいですね。ちょっとね、口ではなかなか説明しづらいんで、やるのが早いとは思うんですけれども。まあ、ローマ字で FEVER、フィーバーと Google 様に入れれば、多分一番頭に出てくるので、気になる方は。結構ね、鹿児島ニアの中では多分最先端に新しい話を今してると思いますので、ぜひ、検索してみてみてください。んで、鹿児島ニアがそこで何をしてるかと言いますと、まあ我々が持ってるね、そのコンテンツとかサービスって言ったら何なのかって言ったら、もう今、現在進行形でやってますけど、まあラジオ、YouTube でのラジオ、まあ YouTube に上げてるラジオとか、まあそういう音声コンテンツが、まあ今メインにはなってますので、まあこのラジオでの、まあ、広告枠であったりとか、まあそれこそインタビューしてあげますよとか、あと、ま、ツイッター公式、ありがとうございます。公式ツイッターのフォロワー数がですね、なんと、本日1800フォロワー。オーバーしてるかな？してます。あ、1800フォロワー、1803フォロワー。ってことで、おかげさまで1800人超えてまして、まあ、ツイッターの方ではそういうふうに、一定のね、わかんないですよ。どれぐらいの気持ちでフォローしてくれてるのかはわかりませんけども、1800人のフォロワーさんからこう支えていただいてる。そのツイッターの方で、まあ、鹿児島ニアなりの、なんていうの？告知のお手伝いとか、しますよ、みたいなサービスをそのフィーバーで、これ販売っていうのかな？まあ、一個紹介しますと、このラジオ、半分生放送で紹介しますよっていうのを、これは隠れ家さんのコミュニティでやらせてもらってるんですけれども、50隠れ家コインでいいのかな、ちょっと単位がよくわからないんですけれども、50隠れ家コインを鹿児島ニアに払っていただければ、まあ、この鹿児島ニアスタッフで、まあ、声出しなし情報のみというパターンと、声出しありインタビューパターンみたいな2パターンあるみたいなんですけど、まあ、声出しなしの方だったら、まあ、アンケート用紙に答えていただいて、この音声コンテンツの中で、まあ、私でしょうね。私が、読ませていただいたりとか、紹介させていただいたりとかをするというのが、50隠れ家コインで、ご購入いただけます。どういうことなんでしょうね。まあ、本当、とりあえずやってみてるんですけれども、新しすぎてね、ちょっと多分みんなどうしていいか分かってないんじゃないかと思うんですけれども、まあご興味のある方は、多分フィーバー検索して、見たら、鹿児島ニアの多分これ、
載せてくれてるのかな、注目のチケットっていうページがあるんですけれども、そこにね、鹿児島ニアのラジオで紹介みたいなの載ってるんです。これ私が鹿児島ニアのパソコンで見てるから出てるってわけじゃないよね、多分ね。他のパソコンとかで見たらどうなのかな。いいか。見てるでしょ。今ちょっと iPad のところで見てもらってます。いや、載ってるから多分これ人気ある見られてはいるのかな。その公式さんのサイトの多分一番下ではありますけど、一番下の方にYouTube ラジオで紹介しますみたいなのも載せてもらってるので、ぜひご興味のある方、まあ個人というよりもどっちかというと、ああ時間がないどっちかというとね、なんかこうさ、ビジネスとかされてる方の方が利用しやすいのかな。まあ別に鹿児島ニア的にはもう鹿児島のおじちゃんおばちゃんでも全然いいんですけど、あれですよ、公序良俗に反するのはやりませんけど、まあ、鹿児島のなんか面白いことしてる人とかサービスとか、なんかブログの紹介とか、まあ得意とするところではありますので、ご興味あればどうぞ見ていただいたらいいかと思います。あと3分2分あ、じゃあもうそろそろあれですね。あとね、もう一つちょっと話しておきたかったなと思うのが、最近鹿児島にが一押ししてる、月刊ウェブマガジン、月刊だったかな、月刊ウェブマガジンコンテンツつづりというのがですね、最近一押しなんですけれども、まあ、鹿児島にはもういろんなね、YouTube だったりとか、フレデリック・サムさんのサウンドクラウドだったりとか、いろんなのに手出してるんですけど、以上に、鹿児島拠点にですね、確か文章、小説とか音楽とかイラストとかも上げてらっしゃる、すごい複合的なクリエイター集団がいてですね、そこの、なんていうの、発起人かな、まあわかんないですけど、そこの、なんか舵取ってらっしゃる方に実はフール会ってきまして、いろいろお話しさせてもらったので、その紹介とかもしたかったんですけれどもね、まあまあまあ今日のところはテーマなし会でしたので、誰も質問してくれなかったけどまあまあこれがね、鹿児島ニアのコンテンツのね、今後の課題ですな、ですねということで、鹿児島ニアの半分生放送でした。本日は、私、四角い方のフールと、違った。四角フールがお届けしました。ツイキャス、Z キャスト、隠れ家さん、ありがとうございました。また、YouTube、またネットの海で会いましょう。バイバイ。バイバイ。ツイキャスが終わりましたので、あとは、Z キャストの方は撮れてるのかな、今回は。